これが飛行機で墜落できてる感じですか？はいはい、墜落できてます、ね、無事に墜落している感じなんですね。墜落しましたね。おー、りょうさんという方が、あ、いたいたいた。おお、ほんとだほんとだ。おお、湧いて出た湧いて出た、同じ席から。おお、来た来た、よかったよかった、いましたね。うん、うんこさん、うんこさんの名前ってでも表示されないんだよ、上に、ね、そうですね。日本語だと上に表示されない、ね、これタブキーで一覧見れますね。あ、そうそうそう、結構いるんですけど、いっぱいいるやん、いっぱいいるやん、ね、これ8人になるんじゃないの。果たしてうちのパソコンがこの8人の動きに耐えられるかどうかっていう問題が出てる。いや、そこちょっと頑張って耐えていきましょうよ。じゃあちょっと皆さんよろしくお願いしますよ。ここにあの飛行機がやっぱ安全なんで、名前が表示されてないね、飛行機飛行機安全なんで、ここに階段作っときますんで。あ、ありがとうございます。あれ、うん、名前が、あ、ひらがなの名前の人は頭の上に名前が表示されないんだ。ああ、そういうことね、だからか。私がひらがなの名前でホストしてるから、それもいけないんじゃないか、もしかしたら。あ、そういうところが表示されないっていう。うん、次ちょっと直してみようかな。なるほどなるほど。お、みんなすげえ労働力、みんな。なんかこんな絵を見るの初めてだな。開拓みんなで切ってる感すごいですよ。すごいね。これやべえな。皆さん、あの裸、おっぱいの人が出たら私の画面に映んないようにちょっと素早く殺していただけたらなんて。早っ早っ、これすごい。でこれでいつでも上にね行けるようになるんで、うん、これ物資は全員同じ数だけ取れるんでしたっけ。いやー、それどうか分かりませんね。生まれた、別の人生まれた、ほら、あ、ふわふわしてる。ふわふわしてる。きたきたきた。やべえ、どんどん木が崩れてってる。すげえすげえ。よし、これ、ちょっとした土台作りますわ。これ、いいですね。これ、でかい、でかい塔を作ろうよ、もうこうなったら。こんだけ人数いたら巨大建築いけますね。侵略者ですね、確かにこれね。やばいね、これ。うん、じゃあカスタムしていきますね。回線のせいでしょうかね、はい、ベルクラさんの声がなんか2文字目とか4文字目ぐらいしか聞き取れないんですね、こちら今。マジで。おそらく8人分の重みを背負ってるからでしょうね、これ。ああ、そうでしょうね、これ。まあ、なんか私の声なんとなくでいいんで、じゃあ雰囲気で察させていただきます。雰囲気でお願いします。じゃあこれ土台、うん、土台ちょっと作っときます。聞こえないな。聞こえないか。もしかしたらこれ放送見た方がいいのかもしれない、ね。そうですね。ちょっとタイムラグのある発言になってしまうかもしれないですけどね、僕が。そうね、確かに。うん。もしくは Q ボタン、Q ボタンで話す、これ。あの、この中で話す。わかりました。うん、これでいきますか。じゃ一旦スカイプ切りますかね。あ、そう。あ、そうしようか。スカイプが重いからね。うん、こんにちはです。初見さんいらっしゃいませ。環境破壊すさまじいね、これね。ちゃんと聞こえてます。よろしくお願いします。おう。あ、よろしくお願いします。視聴者さんもね、参加してくれてますから。お願いします。これ動画になるんでね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今までにないです。いや、本当にこの労働者はいいよ。でもまあこのぐらいの人数が生き残っててもおかしくないですからね。お、土台できてるじゃない、いつの間にか。素晴らしい、ね、早すぎるぞ。石をね、こう設置していきます。建築主任ベルクラさんで、ベルクラさんがポンポン置いたやつに周囲の人が素材を、ね、もう集めまくってる感じですかね。
や、それよろしくお願いします。もういや、息子を探さず、まずはね、多分これみんな息子を失ってると思うんだけど、とりあえずこの父親たちはまずは家をね建築していくのが重要なんで、放送禁止用よし、これね、階段かつてない速さのおい、素晴らしいね。ちょっと巨大建築、これをね一個の塔を作るんで、この上まで、これトランシーバー出してる間はずっと会話できるんですか？会話できます、ずっと会話できます。こんなところに休憩所がある、もう一回押さないとこれずっと声入り続けちゃう感じですね。え、そうです、そうです、ずっと声入り続けます。好きな時に Q ボタンを押して、喋りたい時に Q ボタンを押して話すという感じで。なるほど。なんかこうトランシーバー持ったままだと切る時にね片手になっちゃうんだよね。早い早い。これちょっとあれだね、確かに木材置き場を作っといた方がいいかもしれませんね。どうぞ。丸太がゴミのように散乱してますからね。そうね、ちょっともったいなくなるからね、作るものを決めるまで、置き場をちょっと作っておきたいと思います、丸太置き場、これね飛行機の隣ら辺に置いときましょうかね。じゃあトランシーバーだとどこで喋ってるか分かっていいですね。そうだね、確かにここに飛行機横置き場に、まあ横に置き場を作っておくんで、こんな感じね。いやーさすがだね、やっぱ人間の労働力ってすごい価値があるもんなんだね。人海戦術に勝るものなしって感じですね。そうだね。これで、まる、あ、ありがとうございます。キノコ一回みんなで整列記念写真撮ってくださいよ。あ、そうね、整列記念写真もどこかで撮りたいところですね。これはね、人数を把握できていないですからね。もう一人入れるね。8人目入ったらちょっと一旦記念撮影もいいかもしれないですね。いいです、誰かが死ぬ前に。あ、原住民来てるよ。あの女の子が来てるから女の子来てるから、ちょっとよろしくお願いします。やばいね、女の子が来てるんで、どうぞ。なるほど。あ、面白いこれ。食料問題やばいね、確かにこれ人数がいる分ね、確かにね。そうだそうだ、ちょっと食料置き場も作っときますわ。飛行機の逆側に食料置き場をちょっと作りますわ。ビオスリの時はお世話になりました。いや、こちらこそ。よし、ここにコメントを拾っていきつつ、カンタさんのパソコン多分ね、これね、あの作れば作るほどすごい熱くなると思う、 PC 壊れるんじゃないか。チャットってどうやって打つんでしょう？チャットはエンターを押してから打てるようになります。餌置き、餌置きは食料確保係、建築係と分散させた方が良さそうですね。そうね、確かにね。女性恐怖症ですもん、ほんと。女性が近づくとちょっと困っちゃいますよ。そう、あの水と食料ね。あと水。あと水置き場も作っとくんで、亀を後でね、ちょっと取りに行きたい。あ、そうなんですか。いや、私気づかれてたんですね。いや、すいません、本当そちらの生放送に映ってしまって。お、おっぱいの人がいるな。よかったよかった。倒してくれたみたい。
これでさらにリーグ戦か。あ、テニスでリーグ戦ね。オッケーオッケー。よし、ここでさらに明かりを確保していかないといけませんね。あれ、もうなんか明かり誰か確保してる。すごい早い早い。あれ、なんか明るいぞ。あ、そこにもう作ってくれてる。いやー、ありがたいね本当に。じゃあここにはランプを作っときましょう。すげえな、もうこの労働量というかみんなの分かり具合がすごい。これはファイナルファンタジーやるんですか。ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー。仕事が早い、笑。仕事早すぎるでしょこれ。よし、ここにドクロのやつも置いといて、ドクロを集めに行かないとね。あー、この8人で洞窟制覇したら多分すごい強いでしょうね。うん、分担した方がいいね、確かに。まあちょっとどなたか、こう亀の甲羅と、あ、これで喋る。どなたか亀の甲羅と、あれですね、ドクロの頭の骸骨、の方ね、こう取っていただけたらな。頭をじゃここにくべてやればいい。あ、そうですね、それでお願いします。その頭のやつは、骨は門のところに、置いていただけたら。よし、整列して分担、整列して分担に分ける。じゃあちょっと一旦家の中に集まっていただきましょう。この、キャンプファイヤーのところにね、集まっていただきましょう。軍隊地味できましたね。軍隊地味、本当だね。ついでに写真も撮りたいからね。おお、来てくれてますよ。ほらほら、みんなここに集まって座って、いいね。ちょっと写真撮りますよ。みんないます？ここね、キャンプのとこ来てください。写真撮っちゃうんでね。よし、これで。あ、消えちゃったな。修理しとこう、修理しとこう。前3256。よし、明かり上がり。あ、ちょっと食っちゃった。食っちゃった、食っちゃった。あ、入ってきたよ、新しい人が。ちょっと、ちょっと。いやいやいや。やべえ、戦力やべえ。怖え、ここの集団怖えな、これ。ちょっと敵が来てるね、なんかね。これで頭を焼いとこう、ちゃんと。夜だから来てんだろうね、これね。よし、じゃあちょっと集まって写真撮りたいけど、ね、なんか来てますね、これ来てますね。おっぱい来てます。あー、おっぱい、ちょっとおっぱいよろしくお願いします。映んないように私やっとくんで。おっぱい部隊が一人いてくれると本当助かるね。おっぱい部隊ってなんだよっていう。おっぱい担当ですね。うん、おっぱい担当。ゴムコだよ、うん、すごいね。ちょっとおっぱい退治できたらちょっと撮影しましょうか。写真撮影しましょうか。もう一人入れますけどね、8分の7なんで。お、入ってきましたね。あ、 OK ですか、ありがとうございます。さあ、じゃあここに整列していただいて、うん、あ、いいですね。そのカンタさんのところの列らへんにいてくれると写真撮りますので、うん、あ、そう、そんな感じですね。よし、ちょっと撮りましょうか。 いいね、いいね、いいね。あー、いい感じ、いい感じです、いい感じです。あー、素晴らしいですね。じゃあちょっとここで、ちょっと作業分担をちょっと やりましょうか、うん、で、ちょっと食料を集めてきていただきたいんで。あれ、これ壊れちゃったの。うつぼさんとりょうさん
が、この、X グランさんですかね、グランさんですかね、ちょっと食料の方を探してきていただけたらちょっと助かるかなと思います。で残りの3人の方がちょっと建築ここら辺で進めていただいて、もう来てる。すっげえな。あ、おっぱいがいるんで、ちょっとよろしくお願いします、おっぱいの方。映んないように、映んないように、私、こう、手で隠しながら、こう、行くんで。どんだけ女性恐怖症なんですか、これ。ありがとうございます。あ、一応、この原住民も食料っちゃ食料なんで、骨にしてもいいですしね。うん、で、まあ、建築3人の人は、まあ、基本的な生活できるやつはここに私が建築の土台を作るので、まあ、そこをこうやっていただけたらと、うん、了解です、うん、それで、よろしくお願いいたします。なので、ね、食料系でいくと、あの亀の甲羅がないと水を補給できないので、それもあったらお願いしたいなと思いますね、うん、という感じで、夜なんでね、夜で雨も降ってるんで、ちょっと気をつけてお出かけしていただけたらなと思います。まあ、もし死んでもね、もし死んでもここで生まれるんで、この飛行機で、安心して安心して、まあ一応セーブだけは忘れずに、行ってみてください、うん、もうここにいる人ももうだいぶ水なくなって脱水症状出始めてる人もいるでしょ、これ。そういう人は池の水をね、もう飲むっていう、感じで、やっていきましょう。それじゃあよろしくお願いします。池の水を先に飲まないとな。そうです、風邪をひかないように気をつけてください。あー、これやばいな。うん、共通理解をね深めましょう、うん。属長の仕事は何ですか？属長の仕事は、私一応この家の設計をねどんどんやっていきます、土台のやつを。で、あとは建築に参加してやったりいきますね。ここの原住民の処理もやります、属長やっていきます。で、あと丸太をここにどんどん置いていきます。さらに、お母さん、私お母さんです。どんな立ち位置ですか、寮母みたいな感じですか。でもみんなでね、ここのね、やっぱフォレストプロゲーマーを目指しましょうよ、これ。この寮で。よし、オッケー。食料に後でしときましょう。家の中のこの、あ、なんか向こう側も壊れてるけど、まあ、裏口用かな、これ。まあ、いいか。あー、運ぶやつね。運ぶ土台もちょっと作っときます。そうね。置き場はもう基本的にここにガンガン作っていきましょうか。これは定期に配信していきますか？どうでしょうね、配信どうしようかな、これ定期的に。これ石でしょ、石置き場、置き場と骨置き場もね必要になってきますね。こうみんなが骨の鎧を作れるようにねしていきたい。肉を食わないベジタリアン縛りでいきますか、ベジタリアン縛り大変そう。そろそろカンタパソコンが発熱しまくってそう。やばいやろね、カンタさんのパソコン。あ、おっぱいが来てる、おっぱいが来てる、おっぱいが。おっぱい食べます。いや、本当の息子見つかってないんだけどね。あ、おっぱい来てる。おっぱい来てる。ほとんど泥で見えてないおっぱいだけども、一応念のため、セーブしましょう。カンタさんがね、ホストなんで、カンタさんは定期的に、セーブしといた方がいいかなと思いますよ。了解です、うん。セーブか。で、ここに置き場をどんどん。うちのセーブなんでね、よく考えたらこれ。そうそう。カンタさんのセーブだからね。よし、ここに置いて。さらに、
さらにですわ。で、置き場、石以外に。おい、寒くなってるな。一回温まらんと、これまずいぞ。全然私、アイテム持ってないの。アイテム、アイテム。棒切れぐらい作っとかなと、これ。あ、水分なくなってきてるな。これと棒で。あったかいね。いつでもあったかくなるやつ。誰だ、首も。首に出てきて。お父さん、そうね、カンタさんね。おっぱいはね、ググってください。のど渇いてますね。おっぱいはググってくださいね。ね、おっぱい見たいっていう人は、すぐググってください。ここに、どうせだ。お、その、あの頭。鹿の頭欲しかったな。鹿の頭、どれだ、鹿の頭どれだ。鹿の頭も焼けるんだ。全然丸。あった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 。パソコンの熱でおっぱい焼きましょう。何それ。よしよしよし。カンタさんで母、ベルクラさんということは息子は。息子は何でしょうね。そうなると息子は何でしょう。マスゴン0129。誰が一番初めにサメ頭持ってくるかな。誰がカメ持ってくるんでしょうね。楽しみですね。食料をこう調達祭ちゃんと帰ってこれますかね。よしで OK。 あれなんか地面にあの地面にあの埋まってる人いるんだけど大丈夫ですかそれ。リオさん、あれあれこれあの椅子に座っていけないかな、脱出できないかな、これ椅子に座って、これを椅子にも座れないこれこれあれかな、もし椅子にも座れないで脱出できないってなるなら一回誰かに殺してもらって復活するしかないかもしれません。これあれだね、これやっちゃったね、これ底なし沼があるのかな、ここにおそらく完全に踏み外しましたね、人生を。殺しましょうっていう、なんかもう救えない仲間は殺容赦なく殺していくっていう、このすげえすげえ、あ、死んだか、死んじゃったかな、あ、これで復活できますよ、これ、うん、いやー恐ろしいですね、ほんと恐ろしい話ですよ、ピンチですもう現住民もあれ見ると近寄りたくないでしょう。やばいやろ、ちょっとした宗教メーター何かを感じるぞ、完全に狂気がそこにありましたね。そうね、よしここに、置いとこうかね。本当にここの島を占拠しに来た略奪者ですよね。うん、集めないとね、木材ね。結構散らばってるもんね。原住民もちびって結構来れないんじゃないかな。集団臨時の、そうね、集団臨時の絵面は笑って撮ってましたね、私も。あったあったあった。こういうのは全部集めていきましょう。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。グアレイ玉グレイ、もしやあなたたちがエクスペンダブルズか、マスゴン0129、映画化だな。